私は APEX 所属のバーチャルアーティスト。今回埼玉県のイメージソングを作ってきちゃいました。まずは西部地域、小江戸の街並み、タイムスリップしたみたいだね。これが時の鐘。私が好きな某カフェも小江戸仕様になってて趣ありますね。あれ、ここは、あ、神社が輝いてるよ。氷川神社には縁結びの神様が祀られてると。これを見てるみんなにいいご縁がありますように。珍しい動物がいっぱいの動物園、アニメ好き大歓喜の図書館、北欧を感じるノスタルジックなテーマパーク、いろんな色を見せてくれるね。西部地域は埼玉の伝統が詰まった地。古くから伝わる街並みにお祭り、進化しながらいいものを今に伝えているんだね。さあこんな感じでどんどん紹介していくよ。次は秩父地域と北部地域。秩父地域には豊かな自然を生かした観光名所がいっぱい。夏は涼しく、冬は温泉で暖かく過ごしちゃうのがすごいところ。うん、あーお腹すいた。埼玉には美味しいものもいっぱいあるって知ってた？北部地域の深谷牛、実際にいただいたんだけど、あ、待って、食レポ動画になっちゃう。秩父夜祭りに長太郎のライン下りは迫力満点。天然記念物の岩畳や国立公園もあって、国からも認められた素晴らしさがあるんだね。ネギやユリ、梨、みんなこの近くで生産されているんだって。秘密は豊かな水と肥沃な土壌。真宙はお野菜は苦手だけど、これなら、うん、おいしい。まだまだ行くよ、東部地域。東部地域は都内からも来やすい、いわば埼玉県の入り口。日本一大きなショッピングモールがあることでも有名だよね。でもね、ちょっと足を踏み入れれば、鉄拳が出土した稲荷山古墳や石田三成の攻撃に耐えた忍城、びっくりするほど歴史にあふれているの。この近くは江戸時代に宿場町としても栄えていたのが特徴。アクセス抜群なのに昔を感じられるって最強じゃない？みんなが大好きな国民的アニメの舞台にもなっている春日部もここ東部地域だよ。聖地巡礼し放題だね。行きたいところ増えちゃうね。あ、みんなどこ行く？さあラストは中央地域。あれ、最近テレビで見た場所だ。そう、埼玉スタジアム2002はオリンピックの会場にもなったよね。夢いっぱいだ。あー、埼玉スーパーアリーナ、みんな憧れの地。いつかここで真宙もライブしたいな。みんな来てくれる？中央地域には埼玉新都心が展開。みんなが住みやすい、便利で活気のある街づくりがされているんだ。これからますます発展していくから注目だね。埼玉県は自然も歴史も、そして新しい技術のかっこよさも揃えた彩り豊かな県。コロナウイルスが落ち着いたらみんなも遊びに来てね。全然語り足りない。あとは私の魔法